ずっと僕は持病のように、まあ、高校生、プロ1年目ぐらいからずっと持ってたんですけど、まあ、ある程度いろんな筋力とか、そういうのでカバーできてた部分はあったんですけど、まあ、ちょっと年齢を重ねてきて筋力量が減ってきた時にちょっと腫れが出たりとか水が溜まることが少しずつ増えてきて、まあ、少し悩んでたところもあったので、まあ、そこで先生に相談したっていうところもありましたね。